片足なくしても戦意は失わず、ウクライナ兵、足がなくてもドローンで戦える。約束した戦闘車両の98%以上は提供済み。ウクライナキーウ 北大西洋条約機構、NATO のイエンス・ストルテンベルグ事務総長は4月27日の記者会見で、アメリカが主導するコンタクトグループを通じ、NATO 同盟国とパートナーはウクライナに前例のない規模の支援を提供してきた、ウクライナに約束した戦闘車両の98%以上はすでに提供済みだと述べた、NATO 同盟国はウクライナに1550両以上の装甲車、230両の戦車、 膨大な量の弾薬、その他装備品を供与し、合わせて9個以上の新しい走行旅団、1旅団4000人を訓練し、装備を終了させた。7月にリトアニアの首都ビリニュースで開かれる首脳会議では、複数年計画でウクライナ支援を強化することで合意を目指している。ストルテンベルグ事務総長は、ウクライナがより多くの領土を奪還できるよう、必要な軍事的支援と能力を提供している。しかし、ロシアを見くびってはいけない。 ロシア軍は質の不足を量で補おうとしている。さらに多くの動員を続けている。死傷率が非常に高くても何千何万の部隊を送り込むことを厭わない様子を目の当たりにしてきたという。首脳会議ではウクライナが旧ソ連時代の標準装備ドクトリンから NATO のそれに移行し、NATO との完全な相互運用性を確保する方法を協議する。 ウラジーミル・プーチン、ロシア大統領に戦場では勝てないという明確なメッセージを送るためには、ウクライナは必要な軍事力を持つ必要がある。交渉のテーブルで起こることは戦場での強さと表裏一体だ。戦時病院と化した医療現場。筆者は4月24、25の両日、ウクライナ西部テルノピリにある2つの公立病院を訪れた。病床は負傷兵で溢れ、戦時病院と化していた。 リリハビリ施設も備えた第三私立病院のユーリー・ラズルチュク院長は140床あるベッドの大半は負傷兵で埋まっている入院患者の85%が負傷兵だと話した2月下旬、ルハンスク州の前線で左足に被弾したビタリーさん44歳はベッドに横たわりながら昼食をとっていたもともと農業従事者だったビタリーさんは戦地に赴いた農場ではトラクターを運転していたが戦場では戦車を運転した 病院には父親が見舞いに来てくれるという。1月下旬の朝、ルハンスク州クレミンナで対戦車地雷を踏んで左足を吹き飛ばされたブラディスラさん21歳は医療従事者の助けを借りてリハビリに取り組んでいた。ロシア軍が侵攻してくる前は大学で法律を学ぶ学生だった。この戦争が終わるまで戦い続けなければならない。片足がなくなってもドローン、無人航空機なら飛ばすことができると話す。 セルヒーさん46歳は東部ドネツク州の要衝バフムートで撃たれ右足を失った動員される前は炭鉱会社に勤めており戦争が終わったら知識を生かして起業したいという妻オクサーナさん23歳と車椅子で公園を散歩していたサーシャさん25歳は東部ハルキウの自宅まで列車で20時間かけて帰るため妻と2歳の娘実母が迎えに来てくれたと語る最高15回手術を受けた負傷兵も 米軍の漏洩文書によると今年2月時点でウクライナ軍の死傷者は12万4500人から13万1000人このうち戦死者は最大1万7500人アメリカはこれまでウクライナ軍の死傷者を約10万人と見積もっていた戦時病院と化したテルノピリ州立病院では昨年4月から今年1月までに6000人の患者に2万回の手術を施した1人で最高15回手術を受けた負傷兵もいた 弾薬が足りないイギリス BBC 放送は27日バフムートで戦うウクライナ軍第17戦車大隊の状況を伝えた1年前は BM21 グラート 122mm 自走多連装ロケット砲から40発のロケット弾を一度に発射していた今はロシア軍の目標に向けて一度に数発ずつしか撃てないというウクライナ軍もロシア軍同様弾薬が不足している 消耗戦が長引き動員合戦になると人口がロシアより少ないウクライナは圧倒的に部が悪い米紙ワシントン・ポストが漏洩文書を分析したところプーチンは年内に81万5000人を入隊させる意向だというロシア軍の消耗率がいくら高くても長期戦に持ち込まれるとウクライナは苦しくなるだから今、犯行に出るのが最良の一手なのだ ロシア軍の占領地ザポリージャ州軍民主要評議会メンバーで我々はロシアとともに運動の会長ウラジーミル・ロゴフ氏は4月19日メッセージアプリテレグラムに昨夜ザポリージャ方面でウクライナ軍が偵察行動に出て我々の防衛力を試そうとしたが我が兵士の反撃に遭い残党は元の位置に戻ったと書き込んだ犯行のような決定は非常に短い時間に行われる。 ロゴフ氏はウクライナ軍がザポリージャ州で犯行に出る場合、紫外線を避け、アゾフ海まで侵攻し、ロシア本土からクリミアをつなぐ陸の回廊を分断しに来ると予測する。しかし、南部ヘルソン州のドニプロ川右岸を先に攻め、ハルキウ州を奇襲で奪還した昨年の陽動作戦の洗礼がある。ウクライナ側は巧みに煙幕を張り、ロシアとの腹の探り合いが続く。ウクライナの非政府組織 NGO による英語メディア、ユーロマイダンプレスは4月20日、 ウクライナの反抗が始まったという見出しで、ウクライナ軍の攻撃は新たなピークに達し、さらにいくつかの攻撃ラインを開いた。攻勢が強まったため、ロシア軍は陣地を失い始め、占領当局は突然、前線居住区からの避難を開始したと報じた。ウクライナのハンナマリアル国防次官は同日、ウクライナのユナイテッドニュースで反抗について質問され、重要なことは明日から攻勢をかけると宣言する日は来ないということだ。戦時中にそんなことはありえない。 秘密情報なのだから、これは軍の計画であり、軍そのものも含めて公共の場で議論する権利は与えられていないと交わした。犯行のような決定は1ヶ月、2ヶ月、6ヶ月ではなく、非常に短時間に行われることを理解しておく必要がある。最終的には敵が反応する暇もないようなプランが選択される。軍は常に領土の完全な解放のために日常的に準備している。犯行について狭く語ることは正しくない。 それは現在軍がとっている様々な行動や対策の集合体だからだ。ウクライナの春季攻勢が失敗したらどうなるという報道の弊害。元オーストラリア軍人でアメリカシンクタンク戦略国際問題研究所 CSIS 非常勤研究員ミックライアン氏は28日の連続ツイートで 今後数週間から数ヶ月の間に開始されるウクライナの反攻について戦略的、政治的重要性が議論されている。焦点はウクライナ軍が失敗した場合の結果についてだと指摘する。ウクライナ軍が春季攻勢で決定的な勝利を収めることができなければ西側の支援は弱まり、オロデミル・ゼレンスキー大統領に対して紛争終結または凍結のため真剣な交渉に入るよう促す圧力が強まる可能性がある。 ウクライナの春季構成は戦争の行方を左右する重大な賭けとなる。米紙ニューヨークタイムズゼレンスキー氏に失敗は許されない。しかし勝利とはどのようなものなのか。ウクライナ、ロシア、西側ショックにおいて成功や失敗がどのように測定されるのか明確な説明がない。ウクライナの反抗について悲観的か楽観的かを議論しているが、何が成功か失敗かを明確にできない。 戦術的、作戦的な任務目標の達成は戦略的、政治的にも重要な影響を及ぼすため、より戦略的な尺度が必要だ、ライアン氏ウクライナの春季攻勢が失敗したらどうなるという単純化された終末論的な報道から脱却する必要があるとライアン氏は警鐘を鳴らすライアン氏はウクライナの可能性について楽観的で戦争中、ウクライナは一貫して専門家を驚かせてきたと強調する。 筆者が病院で出会ったたた負傷兵ちのの目も希望の光にあふれていた筆者がお手伝いしているオールジャパンで車いすをウクライナに送るプロジェクトジャパニーズ・ウィルチェア・プロジェクト・フウクライナではすでに295台の車いすをウクライナに送っており5月中の第3便6月の第4便を目指して準備を進めている手足をなくしたウクライナ兵のリハビリ施設の動画を見たことがある。 残された手足を使ってリハビリに励む彼らは幾度と恩に戦場に戻ると決意を語っていた負けたり中途半端な停戦を飲んだりすればロシアの厄災が続くということを知っているのだ考えてみれば NATO の存在もソ連がなければ必要のないものであったソ連は暴力革命を視点とする凶暴な性質のため多くの人々を不幸と恐怖に陥れてきた他国だけではなく自国民もだその連鎖を断ち切らねばならない